はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。参戦の号研究会へようこそ。会長のりです。さあ本日なんですが、こちらの採用画のね、これ、今回もちょっと可能性模索していこうと思ってまして、で参戦の号、これどういうカードかっていう、まあ一応改めて説明していくと、相手のフィールド上にモンスターがいれば、一応手札に加えることもできるんだけど、基本的にはカードをセットするカードになってまして、で条件が相手がモンスターの効果発動している場合、打って通常トラップか通常魔法をね、セットすると。基本的には、まあ、先行で打てば基本的にはセットになるし、まあもちろん相手のフィールド上にモンスターがいる、まあ後攻で打てば手札に加えるっていうことで、まあ参戦の効果はね、深淵の宣告者とか参戦の作用、引っ張ってくるっていう動きはね、後攻のまくりで、まあ結構使えると思うんですけども、今回は何をセットするかと。通常トラップをね、強いカード探してたんですよ。どんなカードあるかなと、通常トラップね。ありました。ダイノルフィアドメインとダイノルフィアフレンジというカード、皆さんご存知ですか？この恐竜さんを出す融合カードですね。デッキから、デッキ融合で。はい。このカードが通常トラップだったんですよね。だから、参戦の号で打っていこうと、思ってまして、今回こういう感じになってます。で、一応ね、参戦の号のね、発動条件がモンスターの効果発動しなきゃいけないんですね、相手が。だから、ウララとかゾウジーとか、まあ結構ゾウジーは割と投げてくれる人多いかなと思うんですけども、最近クシャトレイル流行ってるんで、なんかドローフェイズとかからバンバンゾウジー打ってくれるから、まあ割とね、決まるかなと思うんですけども、まあちょっと環境的にその3積みするかと言われると非常に怪しいカードですし、まあぶっちゃけ腐る時もあるからね。特にこのデッキとかはあんまりその相手の誘発を打ってくれるカードがまあアリアンナとかぐらいで、テレジアとかはウララ食らわないんで、なんかそのウララを打たせるっていうのもまあ本当アリアンナぐらいしかないんですよね。だからまあちょっと一応1話ぐらいになってるんですけども、もうちょっとなんかその誘発を吸ってくれるようなモンスターを入れたら、なんか参戦の号が結構生きる気はしますけどね。はい、というわけで、まあ今回はこの参戦の号を採用して、まあ、フレンジドメインをぶち込んでいくと。でさらに、まあ、以前ご紹介したこの覇王だるまコンボとか、一応ラビリンスのギミックも入ってまして、まあ、この辺のカードで戦っていくという感じですね。はい、で、まあ、ちょっと、見ていただいて分かる通り、ちょっと、まあ、先行に頑張りしてるんで一応まあちょっと後攻が若干弱いんですけども、まあ、この辺の永続トラップをねパカったり、まあ、一応この辺 の, カードで、まあ、まくって いければいいかなという感じで組んでおります。はい、早速、ご覧いただきましょう。久しぶりにレクスターム使ったかっこいいデュエル、スタンバイ。めちゃくちゃ久しぶりにこの、令和のダイナソー竜崎デッキ使ってるわ。まあ、ダイナソー竜崎かと言われると非常に微妙なカードがいっぱい入ってるけどね。さあ、ウララ打ってほしかったんだけども、ウララは打っていただけないということですか。多分法要でもウララでも打ってると思うんですよね。ってことはおそらくあれ G なんですよ、手札。これワンチャンス、これ出したら打ってくれんじゃないか説ありますよね。結構言うてここぐらいしかドローしねえかみたいな相手、打ってくれる説。きたきたきた、計画通り。特殊で、参戦の号発動。こちらに今のは家具で捨てる動きもありましたな。で、さすがにドミニアンのか。なるほど。いや、これ覇王かフレンジーか迷うな。ちょっと覇王だな。魔法カードをちょっと牽制しよう。さあ、最強の覇王竜ザーク君を爆誕させていくぞ。ダルマラインで、即座に打っちゃっていいですね、これ。はい。さあ、参戦の5軍活躍していく。さあ、覇王竜の魂の効果を発動。ハオーリの魂によって、お、なんもない。直接支援していくスタイル。レディー・オブ・ザ・ラビレンスの効果、レディー・オブ・ザ・ラビレンスの効果によって、ですね、ダルマセットしよっか。あまりにも先行デッキだなこれ先行デッキすぎて草なんだけど、まあ、ちょっとハオーリザークを爆弾させていく。統合、いや、インチキ召喚で、ザークの効果は無効で、魔法カード発動したらてめえ変身するからなの脅しね、これ。やりこーん、ユニコーンか。これさ、ドメイン打っちゃっていいんじゃないかな。ドメイン打ってユニコーンの効果全く発動できない状態にしていい。ケントレギナ君を出しに行きまして、でケントレギナ爆弾、これまだ、モンスター効果使ってないから大丈夫で、
でメインフェーズ入ってるんで、ケントレギュラー君の効果発動できます。でケントレギュラー効果でドメインのカード、コピーします。でデッキ融合、あデッキ融合とか最強モンスター出します。爆弾レクストーム。さあ俺のライフは1000、貴様のクシャトレラユニコーンの効果はもう発動できないぜお前は1000以下のモンスターの効果を発動できない。何パライドス、貴様覚悟あるんだな。魔法カードを発動したということは覚悟を持って発動しているということだな。占いやめて。よし、これにて史上最強モンスター爆誕していきましょう。あー多分もうモンスター効果使われること多分ないので、まあ多分クリクリちゃんでよくて、盤面には1体残しておかないとビッグエルカムが売ってないので、スターブベノムかな。3600打点があるんですよね。これちょっとうららとかをケアするんだったらブレイブアイズも結構、まあ、タクとしてはありなんですけども、ちょっと打点的にこっちでいいんじゃないでしょうか。でこれはもういいえ、あのビッグエルカムを落ちあのスペースがなくなるんで展開力やばすぎて。あースケアクロークシャトリラがめんどくさいな。契約6社取りは爆弾させていく。いいよ、レベル7 2体出てきても多分ねほぼほぼ大丈夫なんですよね。なんか何が起きても大丈夫だと思います。はい、でライズハートを除外ね。いいよ、レベル7 2体いや多分大丈夫だと思う。タイタニックボスやばやばやば、シュ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 直線、やべやべシュ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 ビッグエルカム発動、危ねえ。いやこれ飛んだら死ぬんだけど、頼むやめろ、あまーいマジでこれ飛んだら死んでた俺、危ねえ。なんだタイタニックモスとか今入ってんの。クシャトリラ君やばすぎなんだけど、これでアーゼルするってことか。普通に強えなその動き。白金でさすがにタイタニック破壊しないとマジで終わる人生が。ていうことはいいえ、ちょやばいやばい、危ねえ、バカ危ねえ、バカ危ねえわ。ちょライフ自称してっからよこっち、秒殺されるところだった。タイタニックボスとかいう謎の蝶々で危なすぎ。バースはこれカードの効果ですよね、発動した時。ああいいですよ、はいはい。でバースの効果をクリクリちゃんで無効にして、これであれですね、あの相手の展開札はもうほぼ使い切っているといったところでしょう。はい、ありがとうございました。さすがに先行ゲー、うわーめちゃくちゃ先行欲しかった手札だドン、先行が欲しかった手札だドン。あ通った、やったラッキー、ファライドスオッケー、なるほど。まあ、クシャトレラだったら1枚ぐらいは特殊もしてくるだろう、さすがに。まあ盤面弱くなりがちなんで、増殖する字通った場合は、まあ言うてこの、4枚のセ、クセカードが、まあ、仕事する可能性ありますね。ユニコーンバースいいでしょう、バースいいでしょう、セット、あオッケー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 、止まってくれた、よし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 、いいぞ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 、そのぐらいであれば全然大丈夫だ。せいやな、まあ、とりあえずテリジア召喚するか、テリジア召喚してちょっと誘発を誘いてえといったところだな。あーこれ神戦だな、これ、これ神戦だな絶対。あーそうだよね、はい、まあ、これ効果発動の前に相手の遅延渡ってるあの時点で優先権放棄されてるんで、放棄というか優先権が向こうに渡ってる時点でおかしいんで、まあ、あの神戦の遅延はなんかちょっと分かりやすいですよね。まあ、とりあえず4癖します。4癖さざるを得ない。さああとはこっからドメインとフレンジーと覇王竜でなんとかするしかねえ。いくぜ覇王竜の魂発動、覇王竜の魂の効果により覇王竜ザク特殊召喚、よし、そして覇王竜ザクの効果発動、よしこれで魔法カードを牽制した。まあ、ユニコーンはいい、どうでも、ユニコーンとかどうでもいい、そんなカードはどうでもいい。重要なモンスターは2枚入ってるんでね、アライズハートね。オッケー、了解です。
ライジングハートがぶち抜かれていく。ちょっとラビリンスちょっとこれ手が噛み合ってないな。あと全部セットされてるカード全部恐竜さんだからな。さあメインフェーズ中、これはねしょうがないんですよね。メインフェーズしか打てないんでドメインとフレンジーは。なんでこのユニコーンの効果発動を許してしまうというのはまあちょっと残念ながら、これ許しちゃうんですよね。まあ、とりあえずフレンジーいきます。でフレンジーの効果でレクスタム爆破します。さああとはもうこれで2000以下のモンスター効果使えないんで、テリジアですね。これなんだっけ、ディプロス1枚しかやってないんで、たまに間違えて打つとドメインが全く発動できなくなっちゃうんで、これ気をつけてください。でクシャトリラバース、クシャトリラバース、あバース、あじゃあまあパーピアス持ってんのか。発動できないっていう効果意外とうざいと思うんですよね。これ覚悟の魔法か、それ覚悟の魔法カード発動、まあハオリウザークを爆誕させるしかねえ。うららか、うららではねえ。何その覚悟のパーピアスってことだな。今から俺は最強のモンスター爆誕させるぞ。あちなみにエクストラデッキそんなに使わなかったんで、なんか厳選してきました。はい、スターベネのプルターフュージョンドラグーンと、かっこいい3600円だ、これ偉いよね。でブレイブアイズペンデラドラゴン、これ一応うららとかを無効にしてくれるカードなんですけど、さあこれで攻撃力ゼロの、まあ理由って入ってないけどね、クシャトリラーデッキ攻撃力ゼロのやつうららぐらいしか。さあフェンリルの効果もちなみに起動はできない。だからまあランク7するしか多分ないと思うんだけど、この盤面2体でタイタニックモス、え、なんか今日タイタニックモスなんかこれで2回目なんだけどこれ流行ってんのこれ、タイタニックモス、なんか誰か紹介した動画で、わからん。こいつダイレクトアタックできるけど半分なんだね、ダメージが。え、バトルフェーズ入ります、いや大丈夫です、これ半分になるんですよね。半分になるから大丈夫、これ聖杯とか言ったらやばいけど聖杯って言ったらなんかダイレクトアタックのなんかその半分になるみたいなの消えてダイレクトアタックそのまま続行みたいな、そういうなんか暗記みたいな、マスクドヒーロー暗記みたいなことできるんですかこいつ、わかんないですけど、とりあえずアーゼウスには一応乗れますけど、アーゼウスの効果発動できないんであんま関係ないですね、これあんま関係ない。タイタニックモスが別にガンダムに騎乗したところで蝶々ごときがね、ああそんなクソラコモンスターの効果発動できると思うねクソラコモンスターがよ、いやなんか3300結構守備高えな、よかったスターブレーターフュージョンドラゴン出しといて。ドメイン打ちますか、ドメイン打ちましょう、ドメイン打ちます。でケントレギナ出します、ケントレギナ出します、はい、オーケー。で一応ダブルレクスタームにしとこうか。でケントレギナ効果発動、ドメインコピーでレクスターム、ケントレギナ、あれあれちょっと待って、ミスった、ミスった、あれなんで、あやべ、おデッキの中にもうダイノフィアおらんわミスった、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 ただの自傷行為、ただライフ減らしただけおじさんしてたまあいいか、まあいいか、いやライフ減らしちゃったんですよ、ちょうどライフなんていらなかったんですよごめん、ちょっと普通にミスりました。デッキの中にあれか、もうダイドロフィア残ってねえから融合できないのか。ドロー参戦の5、今いらないな。3600あるんでこいつでぶん殴ったらいけますかね。はい、でセットされた魔法カードはクリクリちゃんで無効にすればいいんで OK。 やっぱハオリの魂は強いね、この打点が一気にバーンって出てくるのが豪快だね。対戦ありがとうございました。深淵の宣告者は割といいぞ、ピュアリー、ピュアリーであれまあ言うてね、なんかその1体のモンスターに全力を注いでるデッキは深淵の宣告者かなり効きますんでね、エクスペアリーノワールみたいなね、金剣はピュアリーの可能性あるね、あるなんだこれ。さあ6枚のカードを除外し、
光の封殺剣とかいうガチでヤバいカード入ってんじゃん。ヤバいヤバいヤバい。おい、これクソデッキの匂いすんぞ。光の封殺剣が入ってるクシャトレラデッキ、ガチでゴミの匂いする。パライゾス、はあ、やばい、ユニコーンだ。マジモンのゴミデッキの匂いすんだよな、これ。もうダブルシャングリラの時点でもうなんかちょっとやばいよね、これ。未来授業行くのかな。地盤沈下。行かれとるだろ、行かれとるだろ、これ。何そのステカード。ワンチャンねえかな。深淵の宣告者で処理して光の封殺権。いや、宣告者はやめてください。あ、オッケー、よし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 、いけるぞいけるぞ。光の封殺権はいける。はい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 、いいでしょう。そのぐらいは許して差し上げましょう。で、クシャトレユニコーンが爆誕する。クシャユニ爆誕してトラップトリック、やばいね。支援の宣告者だけ残してください。お願いします、お願いします。あああ俺の支援の宣告者か、希少すぎるだろこの機。全力注ぎすぎだろこの激肝封殺デッキ。いや、でもワンチャンフレンジーと誰も発動したらいけんのかな、これ。これなんかちょっとやってみますか。なんかワンチャンいけそうですね。フレンジーがエクストラモサゾーンに出せるので、一応ワンチャンあるかな、ワンチャンあるかもしれない。これダルマカルマとフレンジーが両方とも発動できる場合、これもう出てくるのはいいわ。もう出てきたやつもろともダルマカルマするからいいや。シャングリラでしょ、シャングリラはいいんだよね。で、出てくるのが適当なやつ出てきて、スケアクロクシャトリア出てくる。はい、パライゾス、あ、やべえ、あ、間違えた、あーあー忘れてった。 やりました、リュウ実況チャンネル完全にやりました。うわ、これ裏返さないといけないのか。うわー、これワン、うわー、最悪最悪なんだけど。うわー、ライズハート来ちゃったー、ライジングハート来ちゃったー。ダルマカルマ、ダルマカルマ、ダルマカルマが。いや、これスタドローペイズ打ちかー。いや、パライゾス完全に忘れてたわ。裏返す、これワンチャン耐えてなんか3戦とかからまくれねえかな。これでなんか奇跡起こせないかな。俺普通にワンキルされんだ。いや、ちょっと納得いかないっすね。うわ、ダルマドロペだった、マジで最悪なんだけど、マジでゴミすぎる俺が。